ゴルフネットワーク。これもうね、始まってます。お疲れ様です。お疲れです。あれ、堀川選手の撮影どうでした？これ、ここ見ればいいですね。はい。いや、僕と普通に喋ってていい。ああ、はい。いや、すごい楽しくやらせてもらって、うん、あの、まあ本当に笑いもありながらの撮影だったんで、はい、なんか改めて2人でこう喋るとかってなかなかないんじゃないですか。なんかああいうカメラの前で堀川選手と喋るんです。そうですね、うん、なんかお互いに気を使いながら最初はしてたんですけど、はいはい、だん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 こう慣れてきて、うん、ボロが出るというかあのいじり合いながらやってます、はい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 、普段は本当にいじりながらやってるんで、はいはいはい、試合中も試合中もマジですか。そうそう、いじったりとか、うんうんうん、逆にミクムプロがこういじられあの、まあ、いじってきたりとかやるんで、意外とよく喋る。めちゃくちゃ喋りますね、試合中は、うん、でもノリさんっていろんなもう男性プロ、女性プロ、はい、もうベテラン、若手とかっていろいろこう選手やるじゃないですか、はいはい、どうやってこう分けてるんですか？それとも分けてないんですか？いや、あの分けてますよ。もちろんその話したい人タイプのプロはたくさん話しますし、まあ、私自身がすごい話好きなんで、あ、まあ、あのしょうもない話ばっかりですけど、親父ギャグであったりとか、親父ギャグもありますし、まあ、冗談。鉄板の親父ギャグって何ですか？鉄板の親父ギャグ、まあ、距離測りますよね。距離測りますね。距離測って、例えば396ヤードのパー4があったら、おこれ見組むじゃんみたいな、おー、言ったりとか、なるほどね、まあ、冗談。あ、それでも使えるかもしれないです。で、全国のゴルフ場の396ヤードのパー4は、はい、ミクムじゃん。ミクムホールですね。ミクムホール、はい、なるほどね。432ヤードは、うん、432、はい、まあ、清水ホールですね。清水、はいはい、あ、それで自分出してくるわけです。あ、それ、はい、なるほどね。そういう、まあまあ、本当冗談を交えながらやってるんですけど、はいはいはい、うん、あ、なるほどね。そうやってこう、はい、まあ、和ましたりとか。そうですね、まあ本当に、うん、まあ怒ってる時とかはそんなことは言えないですけど、はい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 、はい、まあ、どっちかやったらまあリラックスしてできる方がいいので、うん、なるほどね、いい方向っていうか、いい結果につながることが多いんで、あ、じゃあ選手に合わせてこの選手が喜びそうなネタをちゃんと用意しておいて、そうですね、はい、とにかく喋っていくって感じ。そうです、はい、でも、黙っててほしいっていうプロもいるので、それはもう黙ってやります。え、例えば何ですか？まあそうですね、藤田博之さんとかっていうのはもうやっぱりそんなにこうペラ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 喋るタイプじゃないじゃないですか。それではもう黙々とやっていきますし、あ、うん、イボミさんとかどうだったんですか？はもう喋るタイプ、喋るタイプ、もうずっと喋ってました、はい、結構喋りながらこう緊張感を取っていくっていうか。で、例えば優勝争いしてて、はい、18番とかで1打差で、まあ、リードしてる、はいはい、時でも結構喋りかけるんですか？まあまあそうですね、むしろこうたくさん話していった方が緊張感って、うんうん、まあ和むのかなと思うんで。なるほどね、はい、逆にこう黙ってこう集中させるっていうのは、はい、まあ、もちろん集中してるときは、うんうん、もうもちろんそっと、ね、うんうん、そっとしますけど、はい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 、それはもう打つとき、打つ瞬間っていうか、その打つ寸前ぐらいまでですからね、うん、話すのは。なるほどね、打って最中もちろん喋れないし、はい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 、確かに、はい、怒られちゃう。そのルーティーンに入るっていう時から僕らは静かに離れていきますから、それまでは和ませて、はいはい、で集中しだしたらもうスーッと離れていってやる感じですね、うん。